吉住は日本のピン芸人。福岡県北九州市出身。プロダクション人力車所属。本名は吉住洋子。第四回女芸人ナンバーワン決定戦座、W 優勝者。福岡県立東地区高等学校、熊本県立大学卒業。中学生、高校生時代は、部活はテニス部でキャプテンを務めていたこともあった。 小福亭鶴瓶師匠がなぜ売れたのか、その出どころがわからないといった都市伝説を聞いたことがあったことで、いろいろな形がある芸人の世界に興味を持つようになる。吉住本人はもともとあまり芸人のネタは見たことがなかったが、お笑い番組好きだった兄の影響で芸人のネタを見るようにはなっていた。しかし、漫才のテンポにはついていけなかったという。その中で、テレビで、 東京03のネタを見た時に芸人のネタの面白さに気づいたことが芸人になろうとしたきっかけでその後もキング・オブ・コメディやラバー・ガールのコントに夢中になって自分もコントをやってみたいと思うようになるきっかけはこのような思いつきだったともしている高校卒業の時点で親にお笑いの養成所に行きたいという話をしたが 一応大学には行ってほしいと反対されて大学に進学。大学卒業後にお笑い養成所に行くことになり、福岡出身ということから近いところで大阪の小築芸能家、吉本工業へ入ることも考えたが、東京03、小ぎやはラバーガールともともと好きな芸人が多く所属する、プロダクション人力車に行くことを決意し、2013年に、 スクールジャカに22期生として入学。同期には、アンダーパー、化石コンパス、土屋などがおり、土屋とは同じクラスだった。養成所に1年在籍したが、事務所への所属試験に合格できず、その時、当時コンビを組んでいた相方から一緒にフリーになって、続けようと誘われたが、どうしても人力車に所属したかったなどの思いから、留年を選択。 一年留年して23期生として卒業した。2015年5月1日にジャカ二23期生の河江夏樹とコンビ、無添加ナンバーを結成。この当時は漫才、コンと共に行っていた。2016年8月29日、無添加ナンバー解散を発表。吉住はコンと希望、河江は漫才希望と方向性が違ってきたことからの解散だった。 この解散後もコンビを組みたくて相方を探していたが舞台に出続けるためにピンのネタも作っていたある時のネタ店でテレビ局の人にネタを披露したところその人が新しい波24のディレクターでそこからこの番組のレギュラー出演が決まりピン芸人に転向することとなったそしてこの後は芸名を本名から吉住とした二千十八年十二月十日第二回 女芸人ナンバーワン決定戦ザ・ W で決勝進出。しかし、第2試合でニッチに敗れ、グループステージで敗退した。2020年、第7回 NHK 新人を笑い対象にて本戦進出。同年12月14日、第4回女芸人ナンバーワン決定戦ザ・ W で優勝。2021年3月7日、 第19回 R-1 グランプリにて初の決勝進出を決め8位で終えた。2021年6月から読売新聞オンラインの発言小町にて自身初の連載コラムトピタンボを開始。ネタは主に一人コントで恋愛を題材としたネタが多い。その一例として依存症、許されざる恋、女審判、思い立ったが喫実というネタがある。 もともと野球好きで審判が気になる存在だったという。この他に段ボールで人型に切り抜いて作った空想の彼氏、たっちゃんを相手に会話するという一人コントがある。吉住本人が実際にいざ彼氏ができた時にその準備をしていたことなどで、このたっちゃんにつながる片鱗があったと話していたことがある。ネタは自分が面白そうで興味を引いた言葉をノートにメモし、 それらを組み合わせて作っている。それまで書き溜めた5から6冊のノートのどのノートにも書いてあったという言葉が審判で、そこから男性社会で生きる女審判の恋愛というネタができ、変なタイミングで人を好きになるというネタということを考えて銀行強盗のネタができたという。2018年第2回ザ・ W 決勝戦に出場した時に、 この当時は1対1の対戦形式だった、ファーストステージで、ニッチェに敗れた。この時に副音声で出演していた、松本人志から、もう一展開あればなと言われたのをきっかけに、もうちょっとその人の奥行きを入れて、バックボーンみたいなものをちょっと感じさせるようなネタを作るようにしたという。せっかくだもの。ありがとうございます。